こんにちは。皆さんの本の商業出版の実現を総合的にサポートする長峰文章塾主催の長峰正樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。一人でも多くの皆さんに商業出版の魅力、ノウハウを伝えていきたいというふうに思います。もともと本を読むのが好きな人、あるいは文章を書くのが得意な人がですね、いつか自分も本を出したいというふうに願うのは、自然な成り行きと言いますか、よくあることだというふうに思うんですけれども、本を読む習慣があまりない人、あるいは文章を書くのが苦手な人がいつか本を自分も出したいというふうに願うのはですね、なかなかそういう発想自体に至ることが難しいのかなというふうには思います。ただそのようにあまり本を読まない人、あるいは文章を書くのが苦手な人こそですね、本を出版を意識してチャレンジをしてほしいというふうに願うわけです。と言いますのも、文章を書くのが苦手かどうか、得意かどうかと、本を出すに値する価値があるものを持っているかどうかは本来関係がないからです。たとえ執筆が得意でも、その原稿を読んでみると、いまいちだなとかですね、独りよがりだなとかですね、つまんないなというふうに正直思ってしまう場面もあります。一方でですね、文章をあまり書かない人でもですね、喋り、話を聞いてみるとすごく面白い、エキサイティングという場合も多くあります。もともとですね、そういう方の話を聞き取って代わりに文章に残すというライターの仕事が成立するのは、文章を書くのが苦手な人でも出版する価値を持っている場合が多分にあるからです。ですから文章が得意でも苦手でも出版にどんどん挑戦してほしいというふうに願っています。この長峰文章塾では、例えば月のような方の出版を全力でサポートいたします。いろんな厳しい課題や試練と向き合い、さまざまな試行錯誤や創意工夫で乗り越えてこられた方、普段生活しているとなかなか味わえないような珍しい体験、あるいは社会全体でシェアすべき貴重な実体験をお持ちの方、自分だけの快適な生き方、快適なライフスタイルを模索している方、他人とは少し違うユニークな視点で世の中を眺めながら観察をしながら取材、独自の情報収集をしている方、ご自分なりのワクワクするようなアイデア、そして新しいノウハウを書籍という具体的な形に仕上げてみたい方、家庭内でも仕事場でも地域社会でも他者への貢献を心がけていって自分の人生、命を懸命に燃やして生きている方、ここまで挙げてきた要素の中で、あなたにも一つ以上は当てはまるものがあるのではないでしょうか。いや、当てはまっているはずなのです。どうかこんな自分が本の出版なんてというふうに躊躇しないで、遠慮しないでください。あなたにも尊重そこらじゃ負けないような特技、取り柄、素晴らしい強みがあるはずなんです。あなたが得意としていることを、それを苦手としている人に対してできるように伝えていく、コツや心構えを伝授していく、それも立派な出版職です。いずれにしても、周りに流されず、受け身にならず、自分の頭で考えて、自分の足で前へ進んでいく、そういう方なら必ず出版できます。